現場の方は、まあ、介護ロボットを求めているわけではなくて、実際に使える、まあ、介護機器を求めている、まあ、ロボット技術を、まあ、少し応用しながら、まあ、役立つ介護機器を作ろう、実際介護現場の方にヒアリングを行って負担の大きい作業というのが、一つが、まあ、ベッドから車椅子の移乗、トランスファーですね。そこにフォーカスして、まあ、介護ロボットの開発を始めました。一番最初に出来上がったのが、まあ、人と同じような抱き上げ動作をする、まあ、トランスファーシストロボットという、いわゆるお姫様抱っこをするような形で抱き上げるロボットでした。まあ、大きく3つの課題があって、これどうしても抱き上げている以上、まあ、落としてしまうという、まあ、懸念がありますと。で、2つ目がスペースの問題ですね。ベッドと車椅子で、さらにもう一つ機器を持ってくるとなると、スペース上はやっぱ難しいんじゃないかと。3つ目が操作性とか、まあ、安心感、まあ、ご利用者さんも、まあ、新しいもの、今までベッドとか車椅子のような介護機器は見てるけども、新しい介護機器いきなり見るとやっぱり不安になってしまうと。本質的な課題がいろいろ出てきまして、今のその抱き上げ型ロボットの延長ではやっぱり商品化は難しい。ここでいろいろ検討して大きく方向転換をしました。まあ、ベッドと車椅子を一体化するという、まあ、アイデアです。ベッドの一部が車椅子に分離できる、まあ、新しいベッドになってますと。通常であればこうベッドから車椅子に移動するときに人の、まあ、介護者が抱き上げて、車椅子に移してますけれども、介護する人にとっては腰への負担、体の負担がすごい大きいものですと。それに対してこうリショーネっていうのは、ご本人様寝たまま車椅子にできますので、まあ、抱き上げる必要がないと。介護スタッフはもうすごい、ね、楽になるんですけれども、まあ、介護を受ける方もですね、合わせてやっぱ抱き上げられてちょっと落とされたら怖いとか、ご利用者様にとっては、ね、負担も減らせる機器としてご利用いただいています。ベッドとしての機能を見たときに、ちゃんと背上げとか足上げ、昇降、まあ、通常の、ね、電動介護ベッドと同じ機能を持っています。車椅子になった時も、まあ、ちゃんと、ね、椅子の姿勢に変形できます。それぞれの機能を、基本的な機能を実現できてちゃんと融合できたっていうのは、ちょっと我々が調べる世界で初のものになるので、まあ、この部分がオリジナリティのところかなと思います。すごい考えたなと思いましたね。実際に使って一番感じましたのは、何よりも寝たきりの方が不安なく移乗できると。3人2人使ってたのは1人で移乗することができるということが一番画期的でだったですね。一緒になってですね、夜勤をしていただいて、実際のその現場で働いている職員の動きを見ながら、寝たきりの体重の重たい方をどうしているのかと、そして職員にもいろんなヒアリングをしていただいて、こういうところが苦労してるんだとか困ってるんだとか、こうした方がいいんじゃないかとかいう意見をいっぱいですね吸い上げていただいたと。本当に私たちも感じてないこともどんどん吸い上げてくれるので、いいことだと思うんですけどね。それがなくてはなかなかこの言葉だけでは伝わりにくいのかなというふうに感じましたね。今解決しようとしている問題が、やっぱり介護の現場で介護のスタッフさんが、まあ、実際に肌で感じて出てきている課題になりますので、やっぱりそこにお声を聞きに行って、でそこからヒントを得て、やっぱり介護機器を開発し、ちゃんと役に立つものになっているかどうかっていうのを評価しないと、まあ、介護機器というのはやっぱりできないと思ってますので、現場の方との連携っていうのはもう欠かせないものかなというふうに考えています。やっぱ現場と近かったっていうのが一番大きかったと思います。やっぱ介護施設を持っているので、社内 でその人たちにやっぱ気軽に聞きやすかった。試作品もね、その現物に持ち込んで使ってもらって、ご意見頂戴できたのが、ね、一番大きかったかなと思います。終わりないんじゃないですかね。一番の例はやっぱお客さんがね、喜んでくれることですよね。リショーに入れてこうやってよかったわっていうね、意見やっぱ頂戴できるんですよ。もうそういった声聞けると、苦労してよかったな、嬉しいよなっていうね、思いはありますね。